自由からの逃走第一章その日自分のアパートに戻ったのは11時過ぎのことだった結局その日も大変な一日になって。藤原くんと喫茶店から帰ると滝口さんに明日の株の予約を取れと言明される相場の良し悪しは相場が動き始めて初めて分かるもので 明日の相場がどう動くなんてまるでわからないにもかかわらず売買注文だけは出しておけというそれは本社からの命令だった明日は社長の誕生日だから今年最高の手数料収入でお祝いしたいのだというそんなことのために結局僕ら営業マンは家に帰れないあの年老いた社長がまた一つ年を重ねたと言って 誰が喜ぶというのだろう。死へのカウントダウンといっても過言ではない誕生日なんて、社長本人さえ喜ばないに決まっている。誰も喜ばないお祝いを祝うために、現場の社員が生贄にになる。サラリーマンとは哀れなものだった。十一過ぎに家に帰ってももう何もできない。シャワーを浴びて、 髪の毛を乾かせばそれで終わりになってしまう明日も早い一刻も早く寝床につかなければ眠い目のままでは社長のお祝いもあったものではないそれでも僕はパソコンを立ち上げメールボックスを開いたこればっかりは習慣だからどうにもならないけれども面倒というものはこんな時に限ってやってくる なんだまた優子かよその日のメールボックスにも「添削のお願い」というタイトルの優子からのメールが届いていて悪いんですがあさって予備校に提出する作文を見てくださいよろしくお願いします彼女のメールにはワードの添付ファイルのほか簡単なメッセージが添えられていた あさって提出それじゃあ今晩中に仕上げなければならないじゃないか今日みたいな日に限ってなぜか優子はこんなメールを送ってくる。こんな風に突然作文の添削を頼まれてもこちらは途方に暮れるだけなのにのっけの最初から彼女が新聞記者になれるなんてこちらは思っていない 予備校から出された宿題を添削するのも気休めくらいにしか思えない。そんなことのために睡眠時間を削るなんてバカバカしい。いつになったら見果てに夢を諦めてくれるんだ。そもそも優子は間違っていて、作文の添削をこの僕に頼むなんて。この僕はしがない証券マンに過ぎない。大学を卒業して以来もう随分長い間。 文章なんてろくに書いていないのだ石油人でも頼めばいいだろう。喧嘩したのにそれでもなお添削を頼んできた時捨てゼリフでも吐くようについそんなふうに言ったことがあるしかしそれは僕の案外素直な気持ちでもあって優子がもし本気で作文の腕を上げたいなら僕の同期で彼女にとっても先輩の 関口に頼んだ方がいい。彼は S 新聞社の記者で日夜文章を書き腕を上げている。彼ならプロの視点で彼女の作文を添削してくれるだろう。けれども優子は何を言っているのよ。私が信じているのはツヤツヤ君なのよ。関口さんなんかじゃダメなのよ。と引こうとしなかった。藤原君が言うように 確かに優子は綺麗な女の子だった。周りを明るい気分にさせる子だった。学生の頃、僕が彼女と付き合い始めた時、誰もがまず驚きの表情を浮かべたのを覚えている。彼らがなぜ驚いたのか、その理由は僕にだってわかっている。彼女は僕にはもったいないくらいの子なのだから。 なぜ優子は自分なんかに振る向いたんだろう二人の間にはもう四年もの歳月が流れていたそれなのに僕には依然彼女の気持ちがわからない彼女は僕の何を信じているというんだろう政治学会一年の南優子です高校の時に政治について関心を持つようになってもっと勉強しようと思い このゼミに入室しました。透き通るような白い肌。見鼻立ちのすっきりとした要望。その子は飛び切り綺麗な女の子だった。優子を初めて見たのはゼミナールの新人歓迎会の席のことである。その席で自己紹介する彼女の姿につい見とれてしまったのを覚えている。自己紹介するために 彼女が立ち上がった時、場は一瞬静まり返った。男子学生たちの視線が彼女に食い付けになる。優子に見とれたのは何も僕だけではない。ゼミ生の男子学生のほとんどが彼女に見とれていたので。当時の優子は、着ているものはどこかやぼったかったし、言葉遣いも女らしいとは言えない。しかし、 そんなマイナスポイントさえボーイッシュな雰囲気が見事にカバーする優子の場合何を着ても何をやってもその美しさを際立たせてしまう新人歓迎会の居酒屋のあの席では優子の周りに先輩諸氏が陣取り動こうとしない本来歓迎会の新人たちは先輩たちの周りを飛び回りコップにビールを注ぎ 自己紹介し、じっとなんかしていられないはずなのに、彼女の場合、逆に先輩たちが周りにずっしりと腰を下ろし、身動きが取れない。あの日、イ子を囲む集団からは、明るい笑い声が沸き起こっていて、彼女を囲む集団が、場の中心にさえなっていた。そんな居酒屋の中で、僕はといえば、その場から、 だいぶ離れたところで石丸という真面目そうな新人と話をしていた先輩たちへの挨拶も一通り終わったのかもう他の新人はやってこない僕のそばに残ってくれたのは石丸ただ一人だった僕は地方行政に興味があってこのゼミに入ったんですそう 地方行政といいっても幅が広いよね。例えば国と地方の権限の問題だとか地方行政の国際比較だとか切り口にはいろいろあるよね明治から平成までの地方行政の歴史について勉強しようと思うんです僕が知りたいのはその時優子の輪からまた大きな笑い声が上がってその笑い声が石丸の声をかき消してしまう。 自分は笑いの輪にいない。笑いの渦の中で会話が中断した時、その自分の姿がはっきりと浮かび上がったような気がした。何を気にしているんだ。大きな笑いが続くあの居酒屋の席で、自分は自分にそう言い聞かせていて。自分は人の注目を集めるような人間ではない。 そんな人間が一人みんなの輪の中にいなくても誰も気にしたりはしないそんなことは最初からわかりきってるじゃないかごめんちょっと聞こえなかったんだ最後のところもう一度話してくれるええ僕が勉強したいのは住民の自治意識なんです明治時代日本は廃藩置県を実施してそれまでの自治体にだった藩をズたズたにした その結果、郷土意識まで薄れてしまい、それが今の日本人の地方自治体への無関心につながっているんじゃないかと思って。石丸は、勉強熱心な奴らしく、その話は意外に面白かった。こちらの話にも、それなりの反応を示してくれる。二人はつい話に熱中し、新人歓迎会の騒がしさから離れ、次第に別のグループのようになっていた。 ゆうこの輪の中にいなくったって気にならない。そんなことはもうどうでもいい。どうせ彼女が僕なんかに振り向くはずもないんだから。そもそも僕の方はそんな風に最初から諦めている。諦めが早いのはむしろ当然のことだった。男子学生たちのゆう子に対する構成には凄まじいものがあって。 学内史上最大のアイドルは教科書を買う必要がない。彼女が選択した講義の教科書なら、先輩書しか競い合って渡してくれるから。財布を忘れても困らない、お昼をごちそうしてくれる男子学生なら、両手で数えて足りないくらいいるんだから。史上最大のアイドルを自分の彼女にするために、あの頃、学内の男子学生たちはこんな風に、 涙ぐましい努力を注ぎ続けていた。もちろん、我がゼミの同期連中も例外ではなかった。彼らは毎日のように講義をサボって学食に集まり、優子がどの講義を選択したか、誰が今強力にアプローチしているかなんて、学内で集めた情報を交換し始める。情報交換なんて何の意味があるんだろう のの彼氏の座は一つしかない。たとえゼミ仲間といえども一人ゲームを前にすれば敵味方大切な情報をみんなの前で明かすなんて敵を利するだけの話である情報交換に疲れると我がゼミのユウコちゃんを誰にも渡さないなんて規制を発しゼミの団結を保持してみせる仲間が団結して目標に突き進むのは大切なことだけど 団結してことにあたるといううう。ののは、この場合どうだろうしかしそんな仲間の姿を遠巻きに眺めながらも彼らの会合に僕は加わろうとはしなかった手の届かない女の子に熱中しすぎると虚しい気持ちになるだけなのにと傍観するだけである当時のしい気持ちになるだけなのにと傍観するだけである当時の優子は僕にとって テレビに出されるアイドルののようなものだって。追いかけたところで手にすることができない虹のような存在僕は昔からアイドルに熱中するような人間ではない論文コークールの締め切りが数か月後に迫ったあの頃。学内史上最大のアイドルに熱をあげる仲間たちとは一線を確し、 僕は図書館通いいにに励む毎日を過ごすようになっていて。論文コンクールは政治学科でも春に募集が始まり募集開始から締め切りの夏休み直前にかけて多くの学生が論文執筆にあたるようになる。この僕もそんな学生の一人になっていた論文コンクールに参加しようなんてどうして思ったんだろう 詳しい事情は今となってはもう思い出せない多分そのきっかけはごくつまらないものだったに違いない新学期に入り学生課の掲示板で論文募集の広告を見て後で苦労するくらいだったらちょっと早めに手をつけるのも悪くないとでも思ったのかもしれない自分の論文が 優秀論文に選ばれるとはもちろん思わなかったけれどもコンクールの論文の枚数は卒業論文とほぼ同じだから書き上げれば卒論代わりになる別に途中で断念しても構わなかった原稿が一部でも残っていれば卒業直前に書かなければならない論文の枚数をその分減らすことにもなるこんな風に ほんの軽い気持ちで始まった図書館通いではあったけど朝から図書館が閉館になる夜8時まで参考文献を読み辞書を片手に時のドイツの新聞を悪戦苦闘しながら翻訳するうちに自分の研究に本心からのめり込むようになっていった論文を執筆していたあの頃僕のバッグの中にはいつも手垢のついた 自由からの闘争という本が入っていてナチズムを文明論的に批判したとされるこの本は僕が高校時代に初めて読んだ学術書である同時にこの本が論文のベースにもなって自由からの闘争」は社会心理学の視点から第二次大戦前夜全体主義に魅了されていくドイツ人を分析し ナチスがなぜ生み出されたのかその背景を人間心理の視点から解説したものである僕の論文はこの本の考え方を基本に時のドイツ人の心理を自分なりに解釈しドイツの歴史と重ねながらナチスの台頭とナチスの情報操作について考えるものだった連日のように図書館よいを始めて しばらくたった頃のことである。閲覧室で参考書を読むのに疲れた目をふと周りに向けた時優子が遠くにポツンと座るその姿が見て取りたい彼女は僕の席からもそう遠くない席に一人座り何か本を読んでいて。彼女の存在が気にならなかったといえば嘘になる しかし結局、声をかけることはなかった。学校中が注目する女の子に声をかけること自体勇気のいることだって。特に彼女の場合、学内の男子学生に四六時中付きまとわれているわけだから、一人になりたくなることだってあるはずだ。多分彼女は一人になるために図書館に逃げ込んできたのだろう。こういう時は、そっと してあげておいた方がいいたがしかしよほど本が好きなのか優子はその後も連日のように図書館に姿を現すようになっていた大学一年の彼女には語学のような出席を取る授業も多いのに決まって昼過ぎに図書館に姿を現し閉館間際まで閲覧室で本のページを紐解いていた 本をを読むのに疲れ、ふと顔を上げた時彼女と目が合うことがあって。そんな時彼女は鬼ごっこをして鬼に捕まった少女のような微笑みを浮かべる彼女も僕の存在に気づいているようだった「ああ、ちょっと田中君国際政治論の講義が終わったあと図書館に向かう僕を ゼミの同期、吉岡が呼び止めた。君はナチスの情報操作で論文コンクールに投稿するんだって。同じゼミに在籍しながら彼とはほとんど付き合いがない。その吉岡がなぜ僕の論文のテーマを知っているのだろう。いつ断念してもいいように論文のことはごく限られた仲間にしか話していないのに。それじゃあ、 まず、君の論文の構成について聞こうか。その日僕は、吉岡からかなり強引に喫茶店に連れ込まれていた。どうしても君の論文の話が聞きたい。彼があまりにしつこくそう言うから、しょうがなくついてきたのだが、正直なところ迷惑な話だった。この吉岡のことを僕はあまりよく思っていない。 彼はゼミの嫌われ者だからその年の春合宿のことであるゼミ生たちは青木教授から現代の日本政治について討論する時間を与えられた政治学のゼミ生である以上日本の政治についても自分なりの意見を持つ必要があるそのためにみんなと議論しながら 日本の政治についての見識を高める。それが教授の意図した討論の目的だった。しかしその場は討論の場にはならない。ゼミ生一人一人が自分の意見を発言することが目的の討論会だったのに、吉岡が一人で喋りまくり、他のゼミ生の発言を受け付けようとしなかったからだ。吉岡さぁ、ちょっとは他の奴にも話させろよ。 そんな彼に参加者もいら立ち、ゼミ生の一人がそう言うと。君たちの議論には、レベルに問題があるからね。僕にとって、君たちの意見なんて意味がないんだ。彼は平然とそう答えて。自分の親父が有名人というだけで、そんなに偉いというのか。あの時、すべてのゼミ生がそう思ったよ。 吉岡の親父は選挙解説などでよくテレビにも顔を出す有名な政治学者だった政治腐敗を嘆き多くの政治家を罵倒し時に実際の政治に大きな影響を与えることがあるその有名学者の息子は自分の親父を鼻にかけ周りの学生をバカにするようなやつだったので。彼の前で政治学の話でもしようもんなれ 話のの途中で、君たちの知性を疑うよ、と馬事雑言を浴びさせられるのは必要である有名学者の息子の自分は特別な存在で周りの人間は全て劣った存在だその態度にはそんな彼の思い込みがはっきりと出ていて論文の構成そう論文コンクールに投稿するくらいだから。 構成はきちんとしているんだろう。それは。この吉岡の問いかけに答えようかどうか躊躇して。もちろん論文にはそれなりの構成がある。しかし、この男に下手な説明をすると何を言われるのか分かったものではない。論文の骨組みがない答えを躊躇する僕を見て、この男は大げさに驚いて。 骨組みをろくにできていない論文ね。君の論文はその程度のものか。言っとくけど、思いつきで論文を書いたって、うまくはいかないものだよ。と、一方的にまくしたてて。彼にとって、答えようとしないのは、答えられないのと同じことなので。でもま、あ、君も無理をして時間を作ってくれたようだし、研究動機でも聞かせてもらおうか。 いつものことながら、この男の言い回しは不愉快なものだった。そもそもこちらには、話を聞いてくれ、なんて頼んだ覚えはない。喫茶店に無理に連れ込んだのは自分の方ではないか。研究動機だよ。それくらいは答えられるだろう。僕の研究動機。僕は相変わらず、口を開こうとはしなかった。研究動機なんて言われても。 しかしそれは答えるか答えないかで躊躇したからではない。話すことができない。なぜナチスの情報操作なんかを研究しようなんて思ったのか、今まで考えたこともない。なんだ、君は研究動機さえ話せないのか。君はあのゼミの中で少しはまともな奴だと思っていたけど、結局その程度のものだったのか。吉岡は別に、 僕の研究に興味を持ったから聞いているわけではない。僕を馬鹿にするため、傷つけるため、研究を引き合いに出しているに過ぎない。政治学者はみんな、多くの人々が苦しむ社会問題を解決したいという強い気持ちや、新しい時代を生み出そうとする使命感を持って研究に励んでいるものなんだよ。それを、君みたいな人が。何を言っても、 何を話しても、この男はバチ増言を浴びせてくるだろう。君みたいな人が、政治学を研究していると風評し歩くなんて、君は学問を馬鹿にしているし、そもそも不純だよこんな奴の言うことなんか気にする必要はない。しかし、そう自分に言い聞かせながらも、悔しいという気持ちが湧き出してくる。このバチ増言に抗弁することもできない。 自分がなぜナチズムの研究をしなければならないのかなんて考えたこともないそれは紛れもない事実なのだからでもまあ君にしちゃよく考えた手だね南さんの気を引くためにこんな方法を思いつくなんて南さんの気を引くさらにひどい言葉を吐きかけられるそう思っていた僕にとって 吉岡のその一言は拍子抜けさせられるものだって南さんの気を引くために研究するふりをしていると言われても何のことだかわからないそれは意味不明なだけでこちらを傷つけることもない南さんのことは諦めた方がいいよ君が何をやっても彼女は君なんかに振り向かないんだから吉岡に言われなくても ゆう子が自分ななんかかかかに振り向いいことくらら最初から分かっている僕も前々から温めてきたテーマがあるんでまだ発表するには早いと思っていたんだけど父と相談して今回発表することにしたよ君も知っているだろ僕の父のことを父も全面的にバックアップしてくれるらしいし君なんかには僕は負けないよ 今更なぜ彼が論文コンクールに参加するなんて言い出したのだろう。自分の政治学の見識を自慢してはばからないこの男へ、大学を挙げての論文コンクールでさえ、あの程度のコンクールに僕の論文を出す必要は感じないね、と馬鹿にしていたはずだって。君もやる気になったんだ。彼の表現は意外なものだって。何を言われても、 無言のままやり過ごそうと思っていたのにその意外さに僕はつい口を開いてしまうそれでどんなテーマで論文をこの場合そのテーマに興味を持つのは当然であるしかしそんな僕にこの男は「君なんかになんで話さなきゃならないんだ」と答えた「どうせ君に話したってわからないよ」 無理に喫茶店に誘い、こちらには別に聞く必要もない論文投稿の話を聞かせておきながら、肝心なことは話そうとしない。それがこの男のやり方だった。人を馬鹿にする手立てを研究し尽くしたこの男に、この僕が勝てるはずがない。参考までに言っておくけど、僕はこの間、南さんを自宅に招待して、父にも会ってもらったんだ。 彼女は僕の研究にも興味を示してくれてねこれから協力してくれるって約束してくれたよそれがどうしたというんだあっそう僕はただそう一言言うのがやっとだった自分の研究動機ね吉岡の言いがかりは意味不明ではあったが研究動機をはっきり言えない自分も やはり情けない。僕の研究課題はナチスの情報操作にある。ナチスは情報を操作することで数百万にも及ぶユダヤ人の虐殺にドイツ人自身を加担させることに成功した。二十世紀最大の怪物ヒトラーはユダヤ人を劣勢民族であるとし虐殺されて当然の民族だと決めつけていた。彼は同時に天才的な デマゴークでもあるそのデマゴークにドイツ人の多くが騙されユダヤ人虐殺行為に駆り立てられていくこれがユダヤ人虐殺への一般的な認識であるしかしこうした解釈を前に全てをヒトラーという天才的なデマゴークのせいにするのは無理があるのではないか僕にはそう思えてならなかったむしろヒトラーの演説は ただ単に人間の内側に存在するある衝動を煽り立てた程度のことではなかったのだろうか時のドイツ人はその衝動をユダヤ人にぶつけたに過ぎない誰かを劣った存在として扱いたいという衝動はどんな人間にも秘められているその衝動は人間の理性的な判断を抑え込み科学や宗教を利用し虐殺を肯定しない論理的根拠は 全て目殺してしまう。ヒトラーの非科学的で非人道的な演説は、この種の衝動に働きかけることに成功したからこそ、時のドイツで受け入れられたのではないだろうか。そう考える方が、僕にはしっくりして僕の論文の命題もそんなところにある。しかし自分がなぜ、こんな研究をしなければならないのか。 なぜこんな研究をしてみようと思ったのか、はっきりと答えることができない。なんでナチズムの情報操作なんてテーマに選んだんだろう。そんなことを考えながら学食でお昼を食べている時のことだった。いつものようにタヌキうどんをすすっていると、ゼミの後輩連中数人が店内に入ってきて。 大声で声を掛け合いながら学食に入ってきたその一団にはあの石丸の姿もある。ゼミの新刊コンパで地方行政について熱っぽく語ってきたあの後輩である大学に入学して間もない彼にも数人の仲間ができてその輪に溶け込んでいるようだった注文カウンターに仲間と向かう途中石丸はこちらに気づいたらしく 谷丘丼を食べる僕に微笑みを向け、軽く会釈し,してくれた。こちらも慌てて頭を下げたのだが、こちらが頭を上げても彼はなお親しげに微笑みを向けていた。素直な奴なんだな。しかし僕の方は、この後輩のように親しげな表情を浮かべることはなかった。石丸がどんな奴なのか、まだはっきりとわからない。 二人が話したのはあの新人歓迎会の席が初めてのことで付き合いはまだ短い。あの会話だけでは彼の人となりがわかるはずはなかった。けれどもそれは石丸にとっても同じことである。あの会話では彼の方は心が通じたと感じ、もう一方の僕の方はそんな風には考えない。その違いが 二人の表情の違いとなって現れたので。別に彼のことを嫌っていたわけではない。むしろこの後輩君には交換すら持っている。おとなしそうで人の影に隠れてしまうようなところもあるが、ずるいところをまるで感じさせない。いや、嫌っているどころか、あの騒がしい新人歓迎会の席で真面目に、懸命に、 自分のテーマを語る彼の姿に僕は自分と似たものを感じた僕の父が H 市で市議会議員をやっているんですけどあの仕事も大変なんですよそれで将来は君も政治家を目指しているのいや僕は政治家なんてなるようなからじゃありませんただ一生懸命に 地方行政に携わる父を少しは支えられるんじゃないかと思ってなぜ地方行政について勉強しようと思ったのかその理由を彼はそう話した「お父さんを支えるために地方行政を勉強するか」自分と似たものを感じたとは言っても本当のところは彼の気持ちが分からなかった僕が ナチスの情報操作に興味を持ったのだって、父とはまるで無関係なんだから。僕には父とまともな会話をした記憶がない。忙しくてほとんど家にいることのなかった父のことなんて、たまに会うおじさんくらいにしか思っていなかった。そんな親父のために大学生活をかけて勉強するなんて、僕には信じられない。 お父さんとは政治の話なんかもよくしたの政治の話というよりご近所話みたいなものですよ。近くにプールのない小学校があれば水泳教育の大切さなんてことを延々話すしバス停にベンチがなければ老人の足腰の弱さについて語るんです。そんなことを幼い僕に延々と話すんですよ。多分親父は、 そんな日常のごく細かなところから政治を考えていたんでしょうね。仕事のこともご近所のことも何でも包み隠さず息子に話してしまう父親。石丸のその話は彼のお父さんがどんな人物かを十分に感じさせてくれるものだって。それに引き換え自分の親父は。そんな父ではあったが、 転校してもらうという話を切り出す時だけは日本全国を小さい時から冒険できてお前はいいなと幼い息子にするよような声を出したたまに顔を合わせても新聞に目を通しテレビに顔を向けたまま息子に話しかけようともしないそんな父がこの話だけはなぜか自分から切り出したのだ 僕はよく能登半島の警視出身だと思われる。しかしそこは僕の故郷ではない。中学高校の三年半を過ごし、僕にしてはちょっと長く住んで、ただそれだけの場所である。銀行員だった父の転勤に付き合わされ、転校を繰り返さなければならなかった僕にゆえ、中3の秋、警視に転校するまで、二年以上、 一箇所にとどまった経験がない。日本全国を小さい時から冒険できてお前はいいな。父の口から出るその言い草を僕は何度聞いただろう。電気の話を切り出す日の父へ妙に優しかって。わざわざアイスクリームを買って帰ってきたり、いつもは決して譲らないテレビのチャンネル権を、 僕に回してくれたり妙に気を使う普段ほとんど接触のないこのおじさんの優しさに僕は逆に戸惑ってしまったけれども父が優しい態度をとると必ず転校しなければならなくなるそうしたことが何度も繰り返されると父の優しさに戸惑うこともなくなり次第に諦めに似た気持ちが また苦しい思いをしなければならないんだという諦め日本全国を小さい時から冒険できてお前はいいなと息子に話しかけた時そんなに甘いものじゃないと幼い息子が思っていたなんて父は知っていたのだろうか子供の世界は 大人が考えるほど牧歌的なものではない。子供だって人間社会の中で生きている。二年に一度、新参者にならなければならなかった僕にとって、子供たちが見せる冷淡さや残虐さは、本当に恐ろしいものだった。新参者にとって、新しい世界に入っていくためには、いかなる扱いも、まず甘んじて受け入れなければならなかった。 どんなに合理的な主張も受け入れられることはない。天候は確かに冒険である。人間のむき出しの破壊衝動に一人で立ち向かうという冒険。そうだ、この非合理な衝動だ。目の前のタヌキ丼をぼーっと見つめているとき、頭の中でひらめきが走って。人間には皆、非合理な衝動がある。それは、 破壊衝動ともいえるものだがこの衝動が国家を突き動かした事例は何も時のドイツだけのものではない国家を突き動かすほどでなくても現代においてさえこの種の現象は社会の隅々に頻繁に起こり多くの人間を苦しめているそれは自分の少年時代のことを考えれば明らかなことだった 仲間から言われたのか、石丸がもう一度頭を下げ、その場から立ち去っていく。食べ残していたたぬきうどんは完全に冷めている。その時僕は、自分の研究動機がわかったような気がした。